どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日も、豪華ゲストにね、豪華ゲストかっこいつものメンバーって感じなんですけども、ミスター社長子さんに来ていただきました。おーい、リュウちゃん何ですか、痩せたと思わない？あ、確かにダイエット最近頑張ってらっしゃいますもんね。そう、もう10キロ以上痩せて、14キロぐらい痩せて、めちゃめちゃ偉い。頑張って痩せたのよ、私。なんかね、もっとね、痩せてね、女らしさが増すかなと思ったんですけど、はい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 、あの、ヒゲが濃くなる男性ホルモン強くなるみたいな。そうなんですよ、あの、剃っても剃っても青くなっちゃってはいはいはい、男になっちゃいました、完全なそれちょっと仕事に支障きたしそうですけど大丈夫ですかね。究極完全体のアッコになる、はい、ちょっと何言ってるかちょっと分かりませんが一回ね、あの社長さんの方のチャンネルで、対戦動画撮らせていただいたんで、そっちをぜひね、見ていただいて、私のチャンネルの動画を見ていただければというふうに思いますが、今日は私のチャンネルでは、いつも通りですね、エンジョイ対戦という。そう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 いうのよ、はい、本当に毎回言ってるね、そう、毎回自分の方で、はい、どんな目にあったか知らんけど、はい、こういうのがやりたいって毎回言ってるそれなんとなく何が起きたか予想できるかもしれないですけど、皆さん視聴者さんがね、終わった後こういうこと言ってるんだよね。そうなんですよ、なのでちょっと炎上対戦をねしていきましょう。はい、はい、もう準備できてるからね、私も、はい、行きましょう。では、はい、デュエルスタンバイ、スタンバイ。さあ一体どんなデッキなんでしょうか。もうだってコラボ会もだって相当何回やったんだろうなって感じですよ。もう動画すごい撮ってる。ようなんかね、その、はい、なんていうのかな、その意地悪なデッキそこがないよね、本当に。クズでしょ。もうそこが見えない。底なし沼みたいな。そうなんですよ。デッキ作ってくるんで。僕あの尊敬してる人闇マリックなんで。マリック・イシュタールを尊敬してるんだよ僕。あ、でもこうバラエティの時はちゃんとね、10代とか使ってくるんやね。バラエティ、あ、そう、あの社長さんの方で本当問題作をね、あの2連発してきましたんでね、私そっちのデッキを見たい方はぜひね、そちらをご覧いただければと思うんですが、さあセット1枚イシュタール、何ですか、また遊戯王イシズリンクスですか、帽子を封印してくるんですかこれ。ゴールド忍者、忍者でございます。うわ、ゴール、怖っ。ちょっと、はい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 、何も変わってへんやん。はい、社長さん、今から出てくるカードの加工度ちょっと注意してみてください。わかりますか、もしかしてこれわかりますか、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 なりきんデッキだー、おりゃしかもこれなりきんワンキルだ、おらー切な、ゴールド忍者、成金忍者が本当の成金に負けるっていうちょっともう一回行きましょうか。これはこれで使ってほしいです。これはこれ言ってやり直しましょうっていうところまで使ってほしいちょっともう一回行きましょうかこれほぼすごい金の力。これがですね、社長さん、札束で殴るという行為です。札束で横面を引っ叩くという行為をしてますからね、私。めっちゃ切ない。しかも本当に成金忍者っていうのを出して攻撃をして。確かに。成金忍者、名前負けがえぐいっていう。名前は。ひどい。まあ、ちょっと風男、妖怪風男を召喚。妖怪風男で妖怪風男を持ってくれ。あ、ええやん。さあカードを2枚にセットし、ターンを終了。うわ、これ普通にめっちゃ強くないですかこれ。プレミアム加工でここまで作り上げたんです、私は。いや、これすごいっすね。ここまでね、山あり谷あり、まあ、山しかなかったけど、谷はなかったけど、特に半蔵攻撃表示、半
残像攻撃表示かな。いいだろう。忍者デッキでございます。いいでしょう。よろしい。許容します。隠れ座。いや、隠れ座とは強い。隠れ座とはちょっと強いぞ。なんだっけ、忍者が特召喚、召喚、判定召喚されると、墓地の忍者加えるのと、忍者、忍法が戦闘効果高いされる場合には、自分の墓地の忍者もそれ一応オッケー。なんで、まだその強さはちょっと発揮できないっていう。ちょっとエンドフェーズ時、マスクチェンジ発動、アベノマスクを発動。マスクチェンジ、あれよ、現れよ、マスクとヒーロー、ブラスト、ブラストの効果発動。うわー、これやさあ、そのセットカードは1枚戻していただきましょうか。あー、そっち戻すなよ違う、こっちダメなんだって、こっち戻したらドローフェイズ、ブラストの効果を発動それも戻させていただいていいですか。さあ、何ですかそれは。いや、これどうするよ、だってもう使うしかないもん。でも、超変化で、くぅ、氷流の忍者を、あー強い。あ、でもどっか行った。よし、でも修練の地があるからね。よし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 、まだワンチャンあるぞ。まだわからん。よし、回収はされた。回収はされていく。エアーマン召喚して、エアーマンの効果発動。エアーマンでエアーマン持ってくるぜ。うぜえこれよ、ほらー、ほらー、田代、ちょっとこれどうすんのよいやでもこれ結構半蔵きついな。そう、半蔵回収ムーブマジこれ地獄なんだけど。あー、また地獄きた。イエロー忍者からの半蔵。いやー、つえーつえー、くっそくっそー。いいだろう、パクリの忍者。これなんだっけ、何してたこいつカートの効果しか取得できない。フィード上に表側表示させる限り、表側の、あ、じゃあ自分フィードの魔法トラップカードはカードの効果で破壊されない。 OK、 ヒーローデッキにはそんなに関係ないですね。確かに、まあ、でもエアーマンの効果でね、あのバック破壊しますから結構。クリボールうわうわほんと害悪なカードばっかり出てるわこれで、でもどうしようさあ、選択を迫ったぞ。相打ちをするのかしないのか。押しない、相打ちはしない。なるほどですな、なるほどですね、なるほどですね。ああ、ブラスト言っての痛えな。ブラスト行ったの痛え。ブラスト行ったの相当痛え。ブラスト行ってんの相当痛い。エレメンタルヒーローネオス。および、リーマドの守護者の墓地の国。エレメンタルヒーロー、ブレイブネオスを特殊召喚。大丈夫、大丈夫。エアーマン召喚効果発動よし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 、やれるか、やれるか、やれんのか。あ、でも突破できない。くっそ、あ、これどうなんだ。ああ、つれ、周りにモンスター、周りにモンスターいないくなっちゃったから、もう多分効果発動されないんだよ。やばやばー、マジかよ。そうだ、そういうからくりがあるんですわ。最悪や、最悪や、これ。俺のネオス返せよ俺のネオス返せよ、せこいぞ。人
ドラモンスター取って変身するのせこいぞ。そしてこれ発動しちゃうっていうね。強すぎだろあいつ、どうなってんだよ。そうだってブラストが1枚しかねえんだ。あ、間違えた。これ表側表示のあれ破壊できないんだ。これフィールド魔法は何がですか。ちょどうしようどうしよう。忍法修練の地とモンスターステリアあれなんじゃないですか。ああそっかそっか、これでできるのか。はい、影の命ですか。あこれで、あこれで破壊できる。あ、まあ、まあ、怖い戻ってくるけども、いや大丈夫です大丈夫です。相手のドローフェイズ、ちょっとマジでブラストないのおかしいって。2枚ちょっとコナミさん聞いてますか。コナミさんブラスト1枚のおかしいですって。そうやられちまったぜ、俺のプラストさんがよ。ずるいぜ。いやーきついな。カゲリングですいいでしょ。これ完璧だろこれ。どんだけアドバンテージ稼ぐの。これは完璧。あー殴れや。殴れや。殴れや。くそ。いやー。終わった。これは勝てたと。くそすごい。このモンスターパクっていう、あれ変身するの良くないですよ。人のモンスターはね通るの良くない。全部プレミアの札束でぶん殴ろうと思ったけど、ちょっと札束デュエルをしてる人にはなりきり忍者で殴るぜ。とどめだクリボール広すぎる。だったら普通に半蔵出せばよかったわ。なんやねこれ。いやなんこういうシルターで。くっそ。あーよかったやっと。これ手札あれです。あのクリボール2枚。これ手札クリボール2枚なんで。マジっすか。マジで。手札クリボール2枚です。カイトロイドとクリボールです。カイトロイドとクリボール。カイトロイドちょっとカイトロイドとクリボールが出ますよ。何今は。いやせこいだろ、人のモンスター取って変身するのおかしいだろ。あこれやばいわこのジュエル。もうクリボールの言い方がもう完全にスピードワゴンさん の, あのハンバーグ、ね、ハンバーグね。ハンバーグこれ結構ヤバめのデッキなので、結構ヤバめのファンからだ。プリミティブバタフライを攻撃表示で召喚。あー強い。これが B フォースデッキだ。 B フォース1ミリもないけど、今フィールドに B フォース1ミリも一体もいないけど。あー来た、コーマ級の浜、仮面ライダーカリスだ。仮面ライダーカリス感かっこいいですよね、コウマキーの方もめっちゃかっこいいです。仮面ライダー感ありますね、確かね。アギトのギルスみたいな。そうよし Here we go, Count Zero
仮面ライダーアギト。さあ車中泊先生乗ってきた。君のままで変わればいい。かっこいい。あ、増えていくぜ俺の昆虫たち。うわーめっちゃやばい。どんだけ、どんだけ特殊召喚されるのこれ。いくよ。めちゃめちゃ昆虫しか来んやん。突撃の傍受、これなんだっけ、殴るときに倍なんだっけ、殴るときに相手のモンスターの攻撃。あー、オッケーオッケーオッケー。高い攻撃力のやつに攻撃した場合半分にできる。なるほどでござる。くらえ。ジラートマトを破壊してくれてありがとうよ。自爆神ウィラコチャラスカ、究極の破壊をもったらせい。召喚ムービー見ます。うわ、これ攻撃できないやつだ。たらなんと攻撃力がやばすぎる。100っていう。効果で300ダメージを与えられたぜ。削っていくぜ。いいだろう。スキル発動、最強の自爆神お見せしよう。貴様のライフは1にさせていただいたぜ。そして今だけアタック。ギャーこれよ。おらなんやこれ。最強の自爆神です。え、めっちゃ強。いやこれこれ対人戦で持ってくる俺結構やべえな。やっぱさあ、じゃあシャチオコさんにいつの時代のデッキやねんデッキをお見せしますわ。いつの時代やねん、世界一いつの時代のデッキやねんっていうデッキをねお見せします。でもそれ言ったら、でも私もはい、いつの時代やねんデッキかもしれないです。あ、マジですか。ある意味、あ、古代対決ですよ。古代対決、2年前のリンクスじゃねえかって言われるぐらい普通にやばい。これこれ普通にやばいぞ。これモンスター引けなかったらさすがに負けだぞ。モンスター引けないとさすがに負けだぞ。わあ、やばいの来た。このおばさん強いんだよな、玉座。オッケー、玉座オッケー。敵からポケモンモンスター出てくる。オッケー、はいはい、バンペ、バウンスやつ、バウンスやつ、オフセバトルしよう。オッケー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 。ちょっと頼む頼む、マジでモンスター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 、ドロ。危ねえ。危ねえ。おっぶねえ。おっぶねえ。スッとしていく。なんだこれ、三つ星降格。さあ最強のスキルを使って私は最強のモンスターにもセットしたので、最強のスキルで最強のモンスターにもセットしたので、私はこれはじゃあ、怖いんで修行をしよう。ほう、いいんですか、そんな消極的な姿勢で。まあ、ターンエンドしてやるぜ。ターンエンドしてやるぜ。バンペー。あーそう、そこまでは読んでいました。ディメンションゲート発動、スピードのモンスターいったよ。除外させていただこう。よーし、やべえ、バレた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 
モンスターバレた。攻撃するとやばいな、スーガは。バレた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 。なるほど。お互いにお見合いが始まった。お互いにお見合いが始まったぞ。どうするよだって。さあお互いにお見合いが始まったぞ。お、相手の方がデッキ枚数が少ないぞ。これひたすらに俺は耐えとしても勝てるんじゃないか。ゴミみたいな戦法を。攻撃。いいんすか。ディメンジョンゲートの効果を発動。直接攻撃宣言時、ディメンジョンゲートの除外したモンスターをフィールドに特殊召喚するぜ。はっ。よし。よし。なんだ。あいつなんかよしと言ってんな。あいつなんかよしと言ってんな。最強だ。最強カード引いたぜ。俺は最強のカード引いたぜ。さあこの2体のモンスターを。まだこれ再び現れよう。カード1枚セット、ターン終了だぜ。ドロバンペーなんだ。どんだけ戻される。今度こそ戻れ。ちょっと考えます。ちょっと考えます。これ逃げとけ。ゼロ。うわ、逃げろ逃げろ。よし。なんだこの試合は。これはもう行きますわ。もう行きますわ。ああ、やばいやつ来た。さあよ。最強カードだこれ。あ、最強カードや。そや。あ。え？そや。おい。おい。バトル。お、いいんすか。終わってないんです。あー、なにサントロイドですわ。なに、うわー、参加ザ・ライトニングアタック。くっそー、粘ってきやがるぜ。卑怯な、カイトルとは卑怯な。うわー、でもどうしよう。さあ、ドロジアになってきたぞ。スーパードロジアになってきたぞ。スーパードロジアになってきたようだな。バトルしていくぞ。さあ、行け。スーガー、ザ。ぞ、フォーカスとかせこいぞ。芸術しよう。くっそ、これ波紋のバリアウェーブフォース、ウェーブフォースなんで、これ癖ってやるやつ。え、これ波紋なんですよ、真ん中のカード。これ波紋のバリアウェーブフォースなんで、これ最強なんで。
最強なんでね、このかこのカードで相手の全部攻撃してきたモンスター全部バウンスすれば俺まだ負けないんで。あ、やばい。でこれ攻撃表示出てくるから、あ、守備表示出てくる。なるほどね。さよなら。うわー